僕負けたら出演決定ってことは、ね、いやそうなんですよね。当たり前じゃないですか。僕勝ったら踏んづけることができる役分をもらったら出ていただけないでしょうか。アギトに乗っかったりとかしてましたね。あー、祈ってる。踏んづけちゃいかん。わゲームを考えさせていただきました。ありがとうございます、はい、このゲームでちょっと決着をつけていただこうかなと思います、はい、津上翔一役の歌手さんならですね、うん、家事が得意なんじゃないかと。そうですよ。いうことでして、しわくちゃのワイシャツをアイロン掛けして綺麗に畳めるかを競っていただきます。大輔くん、はい、僕に有利なゲームしてくださいやっぱりスペシャルゲストなのでやっぱりちょっとそっちに寄っちゃいました。あれアイロン掛けは、あ、いや、もう、あの毎日やっ出ますよ。長いこと一緒にさせてもらってますけど、井上さんが家事をやってるとこあんま見たことない。洗濯サービスっていう楽なサービスがある。ちなみにあの歌手さんは家事はやりますよ。自分で料理も作ったりするし、掃除もするし、洗濯干すし、アイロンがけはでもねそんなにしないんだ。じゃあ歌手さんもそんなにアイロンの使い方は分かんないんですね。そうなんだよね。ああよかった。だからね微妙だなと思った。これはいいところ取れたんじゃないですか。あーいいっすね、いいっすね、よかったよかった。まだチャンスありますよ。オッケーオッケー。でも歌手さんはね、あの役の中でアイロンがけあったと思うけど、でも普通にもしてるみたいな。普通になんかルンルンって感じでやる。あ、ルンルンって感じでルンルンって感じで家事をこなすんですよね。ヒーローポイントやっぱ稼ぐためにはやっぱ小一っぽくやった方がいいんですか。あーでもそうかもしれないですね。なるほどね。やっぱりお客さんも見てるのからやっぱりヒーロー像がありますから。っていうことはじゃあ僕はあの角谷司っぽくアイロンがけしたらヒーローポイントもらえるってこと。いやそうじゃないですか。あ、マジっすか。超簡単じゃんそれ。それでは始めます。よーいスタート。アイロン掛けなどすぐに終わらせてくれよ。いくぞ。まあまずはねやっぱねこの辺じゃないですか。この辺やっぱまずこの辺からこう掛けていきますよ。こうやってからでしょ。いやいやいや袖からじゃないですか。袖から袖からのこの辺っすよ。この辺やっぱりここからやっぱ襟に。いい感じ。やっぱこう見た目を重視したい。やべアイロンがけ楽しい。そういうふうになっていくのはね、うん、いいんじゃないですか。先生これお互いの個性が出ますね。本当畳み方に個性も何も、まあ、僕がフォーマットだっていうところを見せてありますよ、ね、司はよくわからない自信があるんでね。翔一はとことん明るいっていう。あ、なるほどなるほど。記憶喪失なんだろうな。え、翔一も記憶喪失なんですか。記憶喪失ですよ。奇遇ですね。それは私の方。そうそう。その記憶は戻るんですか。記憶は戻りましたね。戻ったら何だったんですか。戻ったら名前が違ったっていうね。津上翔一じゃないんですけどね。本当なんて名前なんですか。沢木哲也っていう名前なんですけどね。津上翔一なんですよね。ちなみに僕にやってた名前の、あの記憶戻ったら、あのショッカーでした。あれそんな、あれでしたっけ。そうでしたね。まあ、別に早く終わることがこのアイロンがいいことじゃないですかね。綺麗なのがいいってことでしょう。そうです。綺麗なの。熱っ。伸びてきましたよ。伸びてるのか。大体やり方分かってるんでね。大体分かってるんで。これ僕負けたら出演決定ってことなんですよね。いやそうですよね。当たり前じゃないですか。そういうルールなんでね、まあ仕方ないんですけどね。じゃあ僕勝ったら、はい、その出演して踏んづけることができる役分をもらったら。いやマジっすか。それマジっすか。それなら結構そうだね。なんかちょうどいい感じで。よし。シャツ畳まねえんだよな。考えいいだもんな。この絵面白い。なるほどなるほど。はいはいはい。あそっかからアイロンをかけていく。追いアイロンですこれ。追いアイロン。これが追いアイロン。さらに追いアイロン。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 よいしょ。スピードショート。あれ。いいんじゃないと思う。できた感じですか。できました。いいんですかそんなんで。ちょっと待ってこれさチーム。じゃあ僕も完成です。はい。
これなんだこの対決みたいな。あんま出せちゃうところ。逆だったんだ。電源入ってなかった。やばい。だからか。全然あれだな。よくわかんねえなと思ったの。マジっすか。これなんかいやなんかでもね触ってねまあ熱いっちゃ熱いなと思って今切っとこうと思って切っとこうと思って切ったらめっちゃ熱くなってるから。マジっすか。なんだもうね絶対アイロンかかってねえじゃん俺の。でも俺触った時なんかちょっと熱って思ってたんだよ。うっそ。なんだ錯覚？アイロンかけするときに切ったんじゃないですか。切ったってことだよね。冷えてるアイロンでもアイロンかけできる。正一っていう。じゃあ割とちょっと伸びてるのは多分それプレスですか。プレスですね。アイロンじゃないですねもう。ただの余裕だなもう。余裕マジか。あこんなことあるか。はい。では結果発表に参ります。お願いします。お願いします。まず、うん、スピードポイント、うん、せーのカシルさん。まあこれマンズリッチでしょ、ね、まあスピードポイントっていうものがありますからね。まあ仕方ないですね。まあスピードはね、ここはねスピードを取ればいいんですか。まあこれはもう目に見える決着でしたね。ビューティーポイント、せーのカシュータ。なんでそこだから分かれましたね。これなんでビューティー分かれるの。いやこれはですね、僕が評価したポイントとしてはですね、はい、何を見てるの。カシュータさんのあの畳む工程、うん、工程がすごく美しかったなということで工程でしょうか。結果結果を見なさ い, い, やいや結果ももちろん綺麗です。カシュータさんの結果シワが伸びてますよ。いや、カシュータさんの負けてないぐらい圧力で伸びてます。最終の畳み方の工程が一緒だったので後追いのアイロンはまあさておき。後追いアイロン大事ですよ。後追いアイロン、アイロン屋さんに聞いてください。アイロン屋さんに後追いアイロンはきっとね後追いアイロンしてますからアイロン屋さん。いや、カシューさんがリードしてる。よしいいぞ。電源ついてなかったのヒーローポイント、うん、いきたいと思います、うん、せーの井上さん。なんで分かれたら。なんで結果はカシューさんの勝利です。よしやりました。ちょっと待ってな、これ電源入ってなかったえ電源入ってなかったですね。でもヒーローポイントは僕は井上さんだな。なんで僕なんですかヒーローポイント、まあ、その理由はですね、うん、まあ、自分に自信を持ったこれが俺のやり方だってこの貫く姿勢と あとあのワイルドなアイロンのかけ方、はい、男性目線から見るとかっこいいなと思ってしまいました、ね、ありがとうございます。カシューさんはですね、はい、先ほどアギトのお話をされたかと思うんですけど、うんうんうん、その話を聞いた流れで、うん、まあアギトっぽいなと思って見てました。アイロンの電源入ってなかったからその辺も小一っぽいってこと。いや天然さがね、変身しようと思ったら変身ベルト忘れちゃったみたいな感じですよ。キャラが出てこれマジか。これ負けたよ。勝ったぞ。てか大輔なんでカシューさんに入れてるんだよ。どっち側の人間だ。本当に審査しちゃった。裏切りだ。ピンクの毒殺の中で、はい、踏んづけちゃってもいいってことですね。あ、でもということは出ていただけるということ。あ、出るのはじゃあ出ますよ。 ありがとうございます。その代わりそのどこかで大人げないかもしれないけどもそういうのもちょっとあるかもしれないよっていう。じゃあ機会があれば。わかりました。条件付ける出演ですね。そうですね、そこの怨念を込めたシーンがあるということで本編できたら楽しみにしててくださいということで、はい、それでじゃあ出演いたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。とんでもないです。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるのでよかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。